Et c'est tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 6 de Dragon Quest Heroes 2. Et on va tout de suite continuer. Là, on s'est arrêté avec le prochain combat. Combat de l'histoire, dans quoi des charmes. On va s'amuser avec des petits téléportails. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la fin, parce que bah oui. Oh! Un Godzilla. Non, un Ashosaur. Moi, c'est un Godzilla. Oula! Ouh! Hop. Il a fui. On va utiliser ça. Pour l'attaque augmentée. Je ne cherche pas à m'échapper, voyons. C'est un repli stratégique. MDR. Oh, ça c'est lourd. Allez, hop. On va s'occuper d'abord des tout petits avant de s'occuper des grands. Le revoilà. Non, les rails. Oh, il a pas l'air content. Et voilà, ça c'est fait. もう少し大人としての品格を身につけたらどうだ。大人の品格な。けど、お前だって無理して格好つけてるだけで、中身は俺と似たようなもんだろ。やはり俺の美学はお前には分からんか。常に冷静を装えるのが大人というものなんだぜ。ちょっと、そんな無駄話してる暇はないでしょ。さっさと先に進むわよ。どうかんね。こんな君の悪いところ。 何？何だっていうのよ。別の匂いが近づいてくる。こいつ仲間を呼んだみたいだぞ。来るぞ。俺たちの一撃を受け止めるとそれなりに骨のありそうな奴らじゃねえか。なあ、テリー。少なくとも退屈はしなくて済みそうだな。どうなってるの？あなたたち人間。
人間が魔物の味方しちゃいけねえって決まりもねえだ。この森の魔物に悪さするやつは許さねえ。覚悟しな。Ah, notre petit Tommy. Calme-toi. Lui il est fort hein, ce perso, je sais pas c'est qui, je sais pas de quel est. J'allais dire effet, Dragon Costillon plutôt. Oula, calmos. C'est là, pas mal, hein. Stop. Mais arrêtez, oui. Ils sont chauds, hein. Ah là là là. Arrête ça. Et bientôt, voilà. それはそうだが、お目当ての人間、それってこの森の魔物に悪さをしたっていうやつのことだよな。一体この森で何が起こってるんだ。ああ、ちょっと妙な話なんだがな。こいつが言うには、最近この森の魔物たちがごっそり消えちまったらしいんだ。魔物が消えた？そいつらの行方もどうしていなくなったかも皆目わからねえ。ただ、ことが起こる前に怪しい人間が森をうろついていたらしい。となりゃ、その人間とやらが魔物たちの失踪に関係してると思うだろう。そこへタイミングよく私たちが来たというわけね。ふっ、私に
フリフリするなって、お嬢ちゃん。疑っちまって悪かったな。けど、あんたたちだって人間だろ?どうして魔物たちに襲われなかったんだ?もちろん、俺たちも最初は襲われたさ。で、こいつ、テリーと一緒に古典版にしてやったんだ。けど、その後なぜか魔物がテリーになついちまってな。俺もなんとなく情が湧いちまってさ、残ってる魔物としばらく一緒にいてやることにしたってわけだ。 すごいじゃないか。この森の魔物は手なずけるのが難しいことで有名なんだよ。昔から、なぜか魔物に好かれることがあるというだけだ。そんなことより、ここは一体どこなんだ。俺たちのいた世界ではないようだな。え、そうなのか。ああ、ここはクレティアの国境付近だ。クレティアという国の名に聞き覚えはないか。クレティア、いや、聞いたことがねえ。 そういえば、この森に入ってからどういうわけか方角が分からなくなっちまったんだよな。これってトルネコさんやマリベルたちと一緒だろ。じゃあ、この二人も別の世界から来たってことだな。別の世界か。細けえことはよく分からねえが、つまり俺たちは迷子で同じような境遇のやつが お前たちの仲間にいるんだな。ええ、そうよ。なら俺たちも一緒に連れてってくれよ。いつまでもここにいるわけにもいかねえからな。それにこの世界に詳しいやつと一緒なら魔物をさらった犯人もいなくなった魔物の行方もわかるかもしれねえな。テリー、そうだな。この世界の人間と行動を共にした方が何かと都合がいいはずだ。 こっちとしても、そうしてもらえるとありがたいよ。今ちょっと気なくさいことになっててね。腕の立つ仲間は大歓迎さ。なら決まりだな。さあ、となれば早速出発だ。お、俺はハッサンで、こいつはテリー。よろしく頼むぜ。こいつが目を覚ましたら寂しがるだろうから、起こさねえように。 Ok. Encore une fois, le son était décalé, c'est pas grave. Ok, Olivier et Tommy. Tommy était déjà dans la Dragon Quest Heroes 1. Olivier n'y était pas, par contre. Pas de quel Dragon Quest il vient. Je n'ai fait que le 8 après. Le 8 et le 9, ouais, sur 3DS. Sur DS, pardon, pas 3DS. Je vais pas le taper pour le moment. Ok. Un rogue lion, j'ai besoin d'en tuer. Pour une quête. Je crois que c'est bon. Ouais, je l'ai. On va taper du monstre jusqu'à monter niveau 17.
Voilà. J'avais pas vu qu'il se déplaçait quand il était en train de sauter. Pas grave. Hop, petit roi gluant. Une deuxième rubrique vite. Y'a pas de garde ici. Ah si, il est là. T'as perdu une heure à cause de toi. On aurait pu passer tout simplement. Au moins, on a rencontré Tommy et Olivier, c'est ça qui est bien. Je m'en fous de vous, je me casse. Alors, ingénieur. Donc là-bas. Ingenia, je crois que c'était aussi ça dans la 1. Allez, on fait Ingenia. On va voir ce que ça donne. って世界各地から魔法研究者が集まり、ちょっとした学術都市となっているのだ。魔法使いの国か。あんまり敵には回したくねえな。別に俺たちは戦いに来たってわけじゃないし、心配ないだろ。ま、冷静に説明してくれてるこいつが一番危なっかしい気がするけどな。誰が危なっかしいだろう。父の仇ならば国ごと叩き潰してやるのに。ジャイワールの力を。思い知らせてやる。おい王子様、過激な発言を慎んでくれ。ここはクレティアの玄関口なんだ。クレティアの兵士にでも聞かれたら大事になりかねない。おいおい、嘘だろ。どうやら本当に大事になってしまったみたいね。あ、ば、ブラボー、セザー。俺はいつだって冷静だ。ちょっと、こんなところに入れられたので、不毛な言い合いはやめ。ああ、c'est chiant ça, c'est décalage。まあまあ、ちょっと不思議に思ったのですが、あの程度のことを言ったぐらいで捕まりますかね。まあ、確かに変だよな。俺たちを捕らえた兵士、奴ら、俺たちがクレティアへ近づいた時から、ずっとつけてきていたからな。つまり、この町に入る前だから、俺たちを警戒してたってことさ。そっか、私たち、花から危険人物扱いだったよね。けど、どうして私たちを捕らえる必要があったのかしら。クレティア女王は本当に、今回の騒動の謎を解く鍵を握っているのかもしれないな。シッ、みんな、誰か近づいてくるぞ。見つけた。ミネアさん？ミネアさんじゃないですか。トルネコさん、やっぱりあなたもここにいたんですね。占いに出た通りだ。いやはや、この通りまたしても牢屋の中です。どうも女王様の治める国とは相性が悪いようで。
ところで、私の姉さんを見かけませんでした。占いによると、どうやらこの国にいるらしいんですけど。アーニャさんのことですか。いや、ご覧の通り、我々は早々に牢屋に入れられてしまいましたからな。とりあえず、この地下牢ではお見かけしていませんよ。そうですか。ここにいると思って、こっそり鍵を持ってきたのですが。なあ、トルネコ。この人、知り合い？おう、これは失礼しました。この方はミネアさん。私の世界で共に戦った仲間なのです。ミネアさんは評判の占い師でしてな、踊り子のお姉さんと二人で、それは人気者なんですよ。トルネコさんたら、そんなに持ち上げないで。人気者なのは姉さんだけなんですから。ミネアだっけ。あんた姉さんを探してるんだろ。俺たちはこの国の女王様に用事があるんだ。女王様なら姉さんのことを知ってるかもしれない。だからここを開けてくれないかしら。お願い。女王様が姉さんのことを知っているとは思えないけど、いいですよ。あなた方を助け、協力し合うべしって占いにも出ていましたから。Ah, la sœur de Maya qui était déjà dans la... Je parle de Maya, pas de Mina. Bah flûte alors. Allez. Ah bah merde. Je suis comme qui dirait bloqué. Ah non. Vite, 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 vite. On attend là. Donc tu te retournes. Voilà, très bien. Et les uns sont juste là. Stylé, Mina. Juste après, on va déjà voir ces deux coffres. Quelques petits lags. Pas bien là. Oula, 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 alors là oui, ça a lagué sec.
Ouais, ça va là. On va perdre quelques petits FPS cette vidéo. C'est pas grave. Je réglerai ça dans la prochaine. C'est parce que je suis en calcasse, hein, c'est pour ça. Hop. Descends celui-là tout là-haut. Alors, je crois que je suis à 100%, c'est assez bizarre. Non, c'est bon. Elle chauffe pas. Elle. Ah ouais, quand même. Quand même. C'était obligé. On risque de faire une petite vidéo pour celle-là. Je veux pas trop que ça lag. Mais non, Mina, tu vas pas nous ralentir, voyons. T'es toute Mimi. Mimi Nana. Ok, je pense qu'on va juste s'arrêter là. Alors, pas une vidéo très longue, mais là, ça, c'est juste que ça lag un peu. Je changerai d'écran pour la prochaine. Ok, et donc, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, même si assez courte. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne, c'était TheStel. Moi j'ai du bon HD, passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.